近年大雨に伴う河川の氾濫や土砂崩れなどの災害が増加しており災害時にどのような避難行動をとるべきかに加え日頃からの災害に対する備えが重要となっています本動画では福岡市総合ハザードマップの操作方法及びマップの見方自分の家などに災害リスクがある場合の取るべき行動 避難所の検索方法についてご紹介いたします。1、ハザードマップの検索、使い方について2、どんな時に避難が必要3、避難のタイミング4、平時の準備5、災害時の行動 はじめに Google や Internet Explorer ーーなど皆さんがいつも検索などに使用されているブラウザで福岡市ハザードマップを入力し検索します検索画面で表示された福岡市総合ハザードマップをクリックします次に最初の画面にオレンジ色で表示されている総合ハザードマップを見るをクリックします ここからは福岡市総合ハザードマップの操作を確認していきます。ご自宅や学校、勤務先等で浸水や土砂災害の危険性がどれくらいあるのか、近くの避難所や避難場所がどこにあるのかわかります。まずはじめに画面左上にあるマップ切り替えをクリックすると災害種別ごとのハザードマップを確認することができます。 災害が発生し、家屋の消失、倒壊などを理由に身を寄せる場所を避難所と記しており、緊急的に逃げる場所は避難場所と記しています。それでは、左上にある検索窓に、調べたいエリア、または住所を入力し、検索ボタンをクリックします。例として、たたらコ区を検索します。 すると、たたらコークが表示されます。マップ上には、土砂災害や浸水などの危険性がある場所が色付けされ、クリックすると、災害の危険性が表示されます。河川洪水による浸水深が最大で2から3メートル、たたら川洪水による河岸浸食、高潮による浸水深が1メートル以上、3メートル未満ということがわかります。 別のところを調べてみましょう。こちらは、休憩車地、特別警戒区域、警戒区域。高潮による浸水深が1メートル以上、3メートル未満ということがわかります。どんな時に避難が必要でしょうか家屋倒壊等、氾濫想定区域に入っている場合。 浸水心が居室を上回る可能性がある場合、土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域にある場合は避難する必要があります。家屋倒壊等氾濫想定区域とは、家屋倒壊や流出をもたらすような堤防決壊を引き起こし、それに伴う激しい氾濫流や河岸侵食の発生が想定される区域のことです。 浸水心が居室を上回る可能性がある場合とは、例えば浸水心3メートル以上の区域にある2階建て住宅において、2階床面が浸水する場合などを言います。避難が遅れると危険な状況ですので必ず避難しましょう。土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域にある場合についてですが、土砂災害警戒区域とは 土砂災害が発生した場合には、住民等の生命または身体に危険が生ずる恐れのある区域のことです。土砂災害特別警戒区域とは、土砂災害警戒区域で土砂災害が発生し、建物に損壊が生じ、住民等の生命または身体に著しい危害が生ずる恐れのある区域のことです。自宅などが家屋倒壊等氾濫想定区域や、 土砂災害の危険区域にある場合、また浸水想定より自宅などの高さが低い場合は、原則立ち退き避難をする必要があります。これらの区域では別の場所に避難する必要があり、避難所へ避難する、安全な知人や親戚宅に避難する、ホテルなどへ避難するなど様々な選択肢があります。そして避難する際、 必要なものは自分で持っていきましょう。屋内安全確保とは、洪水や高潮の災害で住宅構造の構造化や浸水想定が明らかで災害リスクのある区域内の自宅、施設などにおいて、上海への移動や高層階に留まることで身の安全を確保することを言います。なお、土砂災害の危険がある区域ではないことが前提となっています。 では、その屋内安全確保に必要な3つの条件を見ていきましょう。1、自宅、施設などが家屋倒壊等氾濫想定区域ではないこと。2、自宅、施設等に浸水しない居室があること。3、自宅、施設等が一定期間浸水することで起こり得る支障を許容できること。屋内安全確保を行うためには、 少なくとも3つの条件が満たされている必要があります。次にどんな時に避難が必要になるのか、その基準となる警戒レベルについてお話しします。令和3年5月、災害対策基本法が改正され、避難情報が見直されました。避難情報が発令されると、 警戒レベルも合わせて出されます。警戒レベルは1から5までの5段階に分かれており、警戒レベル3から避難行動が求められます。警戒レベル3は、高齢者等が危険な場所から避難すること。警戒レベル4は、対象地域住民のうち危険な場所にいる人は全員避難すること。警戒レベル5は、命の危険が迫っていることを意味します。 緊急安全確保が発令されますが、すでに災害が発生、または切迫し危険な状態なので、命を守るための最善の行動をとってください。災害に対する備えとして、ハザードマップで自宅や学校、勤務先などの災害リスクを確認しましょう。災害発生時の行動予定を立てましょう。 家族や親戚、親しい友人と事前に連絡方法を話し合っていると安心です。また、水、食料などの備蓄品を忘れずに準備しましょう。警戒レベル3が発令されたら、市のホームページ等で避難所の情報が公開されます。災害の内容によって解説される避難所が異なります。 市のホームページや福岡市 LINE 公式アカウント、テレビなどで解説されている避難所を確認し、適切な避難行動をとりましょう。また、福岡市緊急情報で検索すると、避難情報を発令している地域、解説している避難所を確認することができます。災害時において自分や家族の身の安全を守るためには、自分の住む町の 災害の危険性を知ることが重要です。危険な区域に該当する場合の取るべき行動や解説される避難所情報の取得方法を知り、いざという時に活用できるように日頃から準備しておきましょう。